東京スタジアムは東京都調布市にある多目的スタジアム。設立当初は主に球技場として使用されていたが陸上トラックも有する。東京都と京王電鉄などが出資する第3セクターの株式会社東京スタジアムが指定管理者として運営管理を行っている。日本プロサッカーリーグに所属する FC 東京と東京ベルディの2クラブが ホームスタジアムとして使用している。2003年3月1日から味の素がネーミングライツを取得しており、味の素スタジアムの故障を用いている。1973年に在日米軍から返還された東京調布飛行場の跡地の一角に整備された多目的スタジアムで2001年3月10日に行われた2001年 J1 開幕説 FC 東京体。 東京 V で小ラ落としとなった。もともとは2013年に開催される第68回国民体育大会の主会場となることを想定して陸上競技場として設計されたが補助グラウンドの整備が遅れ日本陸上競技連盟第一種陸上競技場の公認を得られないため会場以来しばらくはサッカーラグビーなど球技専用の競技場として利用された。 2012年に全天候型トラックの整備が行われ、同年4月に行われた国体の運営リハーサルを兼ねた東京選手権から陸上トラックの利用が開始された。2013年には同じく国体運営リハーサルを兼ねた第97回日本陸上競技選手権大会の会場として使用されたが、陸上競技場としての使用は限定的となっている。 2002FIFA ワールドカップでは、試合会場そのものとしては使用されなかったものの、サウジアラビア代表の練習場として使用された。また、FIFA ワールドカップ、オフィシャルコンサートの開催地となり、インターナショナルデー、コリア、ジャパンデーと名打ち、2日間のコンサートが行われた。スポーツ以外にも、野外コンサートや、フリーマーケット、自動車メーカーの展示会など各種イベントの、 会場として使用されている。また、テレビドラマコマーシャルの撮影にも使用されており、特に、仮面ライダーシリーズ、スーパー戦隊シリーズや、相棒等、東映が制作する作品では、外観、スタンドピッチ、運営書室を様々な設定で、ロケーションに多用している。2011年には、平日夜に施設コンコースなどを使用し活動する、味の素スタジアムランナーズクラブが発足し、 2013年からは、調布市市民駅伝大会のメイン会場となった。2011年3月11日に発生した東日本大震災では、東京都が被災者の避難場所として、当施設を指定し、65世帯、約170人の被災者を、約3ヶ月間受け入れた。関東村住宅地区跡地の南端に位置しており、南には国道20号及び京王線、 北側には、調布飛行場と調布基地跡地運動広場、北東は、武蔵野の森公園、北西は、東京外国語大学、警察大学校を挟んだ反対側に、西多玉川線が走っている。ちなみに、スタジアム敷地と国道20号が接する付近には、1964年、東京オリンピックの際に、マラソン競技の折り返し点となった地点がある。 この国道20号線を超えるペデストリアンデッキと一体化したメインゲートを含め入り口が計8カ所用意されている。グラウンド面は掘り下げられて周囲の地平面より低くなっているが、これはスタンドや屋根などを隣接する調布飛行場の制限表面以下に下げるためである。スタンドは上層、下層の2層からなっており合計49,970席を要する。 各層とも便宜的にメインバック、南サイド、北サイドと区分されているが構造上は一体化している。スタンド外周には仮想スタンド最上段に直結した開放型のコンコースが設置され特に制限を設けない限りはコンコースを経由してスタジアムを一周できる。またコンコースから上層スタンドへは計20カ所の階段を用いる。 上層スタンドのほぼ全体と下層スタンドの上段は屋根で覆われている。屋根の素材はメインスタンドおよびバックスタンド部分が半透過のテフロン素材であるが南北両サイドスタンド部分には前透過のポリカーボネート板を採用し天然芝への日照を確保している。メインスタンドにはペアシート、招待席、記者席に加え VIP 室、特別観覧室、 高層ブースレセプションホールなどの施設がある。大型映像装置は南北両サイドスタンドに2001年会場から2011年までパナソニック製のアストロビジョンが設置されていたが2012年3月からは三菱電機製のオーロラビジョンに変更となっている。また2019年よりメインスタンド側とバックスタンド側に 縦0.96メートル横三3 0 6メートルのリボンビジョンが設置されている。スタンドの外側は周回車路となっており、それに沿う形でほぼ一周が駐車場となっている。バックスタンド下には東京都教育庁長府庁舎があり、体育館もある。正面のエントランスは地下と1階の2層に分かれており、1階エントランス横には防災センターが存在する。 107メートル71メートルの天然芝フィールドの周囲に400メートル9レーンの全天候型舗装トラックを有する。トラック整備が開始されたのは会場から10年が経過した2011年のことで、これは日本陸連の第一志向人を得るために必要な第三種陸上競技場の整備が遅れたためであった。トラック整備にあたっては、 まず天然芝の周囲に固定して敷設されていた人工芝を脱着式に改修し2012年に東京都内では国立霞ヶ丘競技場陸上競技場に次いで2カ所目となる日本陸連第1子公認の陸上競技用トラックの敷設が行われた陸上トラックが整備された後も陸上競技場として使用される機会が少なく普段は陸上トラックの上に 人工芝を敷き詰めている。陸上競技場として使用する場合はトラックに敷いている人工芝を剥がすのに少なくとも3日間程度の時間と人件費がかかるという理由があるため、陸上競技大会を実施する場合には利用料が安い西競技場を使う傾向にあるという。調布市は東京新聞の取材に対し、メインスタジアムは割高になるので、市レベルの大会は、 サブグランドで十分とする一方、東京都陸上競技協会は国際大会を行える競技場なので陸上競技場としても使いやすくしてほしいとしている。その後あたり競技場は2017年2月28日限りで日本陸連大一試公認が満了となっているため陸上競技の公認競技会は開催できないが国立競技場の利活用議論の中で2020年 東京オリンピック、東京パラリンピック終了後に、東京技場から陸上競技用トラックを撤去し、球技専用スタジアムに改修する構想があり、その場合に東京技場の第一子公人を復活させるための再整備を行う案が報じられている。メインスタジアムの東側に2001年会場。命名権により、アミノバイタルフィールドと呼称されている。元々は、 日本陸連第三種公認陸上競技場として整備予定であったが、用地確保が困難となったことから、球技専用となり、現在はアメリカンフットボール競技場としての使用を念頭に、全面人工芝の球技場となっている。2019年11月より、AC ミラーアカデミー東京のメイングラウンドとなっている。メインスタジアムの西側に2012年4月1日に、 解説された400メートル8レーンの全天候型舗装トラックを有する日本陸連公認第三種陸上競技場。ピッチはメインスタジアムと同様の天然芝。観客席はメインスタンドのみで、バックスタンドは芝布席となっている。メインスタンド無念には南北にそれぞれ公位室と大会本部を設置可能な会議室、ダッグアウトが設置されている。 天然芝のピッチを有し、適度な観客席数であることから、日本フットボールリーグ、関東大学サッカーリーグ、日本女子サッカーリーグ、関東サッカーリーグなどで使用されており、2012年度から、日テレベレーザ、スフィーダ世田谷 FC などが試合を開催している。2019年には2020年東京オリンピックの近代五種競技リハーサル大会近代五種。 ワールドカップファイナルのフェンシングボーナスラウンド、障害飛び越しとレーザーランが行われた。二千三年の味の素株式会社による命名権取得により、味の素スタジアム西競技場の名称が与えられ、アジスタ西の略称が用いられていた。後に、国立西川岡サッカー場も味の素が命名権を取得し、味の素フィールド西川岡の名称を用いることとなり、こちらの略称が、 アジフィニッシュとなったことで紛らわしくなったため、アジフィニッシュを所管する国立スポーツ科学センターが来場者に注意喚起をしていた。なお、本競技場の名称は2018年10月の命名権契約更新の際に2019年3月以降の命名権名称を AGF フィールドとすることになった。メインスタジアムと西競技場の間の空間はスポーツ祭、 東京2013のイベントスペースユリーと広場として使用されていたが大会終了後に屋内競技場の整備が行われ武蔵野の森総合スポーツプラザとして2017年11月25日に完成した2020年東京オリンピックパラリンピックではメインスタジアムが7人制ラグビーと近代五種サッカーの試合会場として使われるため またラグビーワールドカップ2019の東京都内での会場にも選ばれたことから2019年春から2020年初夏にかけて老朽化した箇所の改修を行っている。具体的には車椅子席の増設や2階席最前列のリボンビジョンの設置、特別観覧室増設や音響設備の改良、デジタルサイネージの増設、 天然芝ピッチのハイブリッド芝への張り替えなどの工事を行った。東京都は2002年秋、日本で初めて公共施設に命名権を導入することを決定した。食品メーカーの味の素経験が取得に名乗りを上げ、翌2003年3月1日から2008年2月末までの5年間、12億円で契約に合意。東京スタジアムを味の素スタジアム、 隣接する補助グラウンドを味の素 KK の発売するサプリメントの名称を用いたアミノバイタルフィールドに故障を変更した。2007年11月に東京スタジアムと味の素 KK との間で2008年3月1日から2014年2月末までの6年間14億円で命名権契約の更新が行われる。2013年10月には 2014年3月1日から2019年2月末までの5年間10億円で再び契約を更新した。2018年10月に2019年3月1日から2024年2月末までの5年間11億5000万円で4期目の契約を更新し、2003年から数えて合計21年間の契約期間となった。また、 味の素スタジアム西競技場の命名も2019年3月から子会社の名称を使用した AGF フィールドに解消される。命名権取得後も国際サッカー連盟や国際オリンピック委員会などが主催しクリーンスタジアム規定を導入している大会の場合、正式名称の東京スタジアムを使用する例が見られる。例としては以下の大会が挙げられる。ただし、 クリーンスタジアム規定が用いられた場合も、当スタジアム目の前にある、味の素スタジアム前交差点や、最寄り駅の京王線飛び田急駅の副駅名である、味の素スタジアム前の名称は変更されることなく、そのままである。2001年の会場以来、アーティストによるコンサートを積極的に受け入れ、2002年の FIFA ワールドカップオフィシャルコンサートを含めた、 多くの音楽イベントが開催されている。コンサートを開催すると、スタンドが満員となる5万人を集客する場合もある。また、観客席をアリーナと多く称される陸上トラック予定地やピッチの上に設けて、それ以上の監修を動員することが可能で、部外制で入場者に応じた額を受け取る、スタジアム運営会社の東京スタジアムの経営には欠かせないものとなっている。 一方、音楽業界にとっても、国立霞ヶ丘競技場陸上競技場が、周辺住民への騒音問題のために、音楽イベントの開催にほとんど応じない事情もあって、同スタジアムは貴重な都内の大型イベント会場として徴用されている。スポーツ祭、東京2013で電気通信大学が、地上一般放送局の免許を受け、ワンセグエリア放送を実施した。 命名権による名称味の素スタジアムに関するカテゴリー、ありがとうございます。